緒だ。わかった。わかりました。小林さん、任せてください。じゃあ僕がゲームの遊び方の説明をするよ。よろしくお願いします。まずは移動だね。上下左右に動かすと画面を移動するよ。ずっと動かないでいると敵の弾に当たっちゃうから気をつけてね。なるほど。次は攻撃だね。ショットボタンを押すとそれぞれ違うメインショットとサブショットを発射するよ。弾を敵に当てるとダメージを与えて倒すことができるからうまく当てるように頑張ってね。わかった。いい返事だね。じゃあ HP について説明するよ。画面に君たちの HP が表示されているんだけど、敵や敵弾に当たるとダメージで減ってしまうんだ。 HP は一人一人にあるからうまく交代しながら進むといいと思うよ。鍛えている人の HP は少しずつ回復するしね。ちなみに HP が0になると交代できなくなるから気をつけてね。無理のしすぎは禁物だね。次はいわゆるボムについてだね。画面の下にある D ゲージは時間が経過するとゲージがだんだんと溜まっていくんだ。一定の量溜まると画面全体にダメージを与えることができるチョロボンブレスを打つことができるよ。最大で3回分貯めることができるからうまく活用してね。すぐに使って殲滅しちゃいます。タイミングとか危ない時とか計画的にね。これで基礎編は終了だよ。あれ、真っ暗だな。トール、カンナちゃん、エルモ、ルクアさん、みんないるの？小林さん、トールはいつも小林さんのおそばにいますよ。暗いけど小林のこと見える。私たちは暗くても問題ないが、小林さんは明かりがないと見えないだろうな。そうだね。じゃあ明るくするよ。ルコーさん、ありがとう。これで見えるようにって、トール、説明してもらってもいい？私もまだよくわかっていないのですが、おそらくここはパフニールさんのパソコンの中みたいですね。ああ、なんだ、パソコンの中かって、余計わからなくなった。ルクアさん、どうなってるの？トール君の言った通りかな。さっきタキヤ君の部屋に入った時に感じたけど、かなり強い呪いが溜まっていたみたいだから、理由はわからないけど呪いが暴走して中に取り込まれちゃったみたいだね。なるほど、わからないけどわかりました。小林さん、なんでルクアさんが言うと信じるんですか？私の方が先に同じこと言っているじゃないですか。信頼度の差だな。ドール様、残念。というわけでパフニールさんの呪いのパソコンに閉じ込められてしまった対策会議を開催します。まあ突っ込みたいことはいろいろあるけど、それでどうすれば呪いを解いて外に出られるの？誰かわかる人いる？なんか変わった呪いだから僕もはっきりとはわからないけど、多分呪いの源を立てばいいんじゃないかな。なるほど。呪いの源ということは、このパソコンの中に強い呪いが感じられる場所があるということだな。うん、バフニール君が熱心に遊んでいたゲームを成仏っていうか、この場合はクリアかな、押していけば呪いの効力が弱くなっていくと思うよ。要は全部ぶっ飛ばせばいいんですね。待っていてください。小林さん、すぐに消し積みに。トール、ダメだ。破壊じゃなくてクリアしないと。破壊したら二度と外に出られないかもしれないし、ハフスさんのパソコンが壊れたら後が怖い。なんだか面倒です。
ですが、まあいいです。要するにゲームの中に出てくるやつを全部倒せばいいんですよね。頼みやれやれ、トールに任せるのは危ないな。小林さん安心してくれ、私も手伝おう。ああ、でも変だな、ファフニール君にしては呪いの爪が甘い気がするけど。方針が決まったので会議は終了かな。トール、カンナちゃん、エルマ、悪いけど頼むね。任せてください、小林さん。二人ともさっさと行きますよ。見せたいものがあるから家にみんなで来てほしいってメールで誘われたから、わざわざみんなでタキヤ君の部屋に来てみれば。まさかこんなことになるとはね。肝心のタキヤ君はいなかったし。そういえばパクニールさんは今日は秋葉原のイベントの行列に並ぶと言ってましたから、タキヤさんも一緒にいるかもしれないですね。タキヤ君もハフスさんも休日を楽しんでいるな。一番この世界に馴染んでいるのはパフニール君かもね。出かけているのならメールしたのを忘れているのかな。それとも別の誰かが。みんなおしゃべりもいいが、いくつのゲームをクリアしないといけないかわからないから、早く始めるぞ。早く遊びたい。了解。最初にクリアを目指すのはこのゲームだね。やれ、どこから進めるか悩みどころだね。フィーネファンタジーか。前にタキヤ君が遊んでいるのを見たな。このゲームはやりやすそうですね。懐かしいです。トール、遊んだことあるの？ありませんよ。でも向こうの世界の雰囲気に似ていますから、昔と同じようにすればいいだけです。要は全部壊すって言いたいんだろう。これだから混沌勢は。間違っているけど間違ってはいないか。トール、やりすぎないように気をつけて。トール様、ファイト。はいはい、小林さんは僕が守ってるから、みんな頑張れ。見ててください。ルコーさん、このフィーネファンタジックゲームはどうなのかな。これは剣と魔法の大冒険だね。ちょうど敵に攻められている最中みたいだね。定番といえば定番かな。打天使の翼までついて、なんだか設定盛りすぎだね。最近は分かりやすいのがいいのかな。
戦い。デュラハンなメイドというのはありかな。いや、ないな。ちょっと疲れているな。小林さん、お疲れですか？待っててください。すぐに終わらせます。まだ先は長いからね。呪いもどうなるかわからないし、早く倒した方がいいかもね。ちょっと待て、奴はどうやってご飯を食べるんだ。食べるすぎる。いい加減食べ物から離れてください、エルモ。くらえ。ねえ、あまり無理しなくて大丈夫だよ。見せたいものがあるから家にみんなで来てほしい。どこから進めるか悩みどころ。フィーネファンタジー、見ててください。ルコーさん、このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの？これは剣と魔法の大冒険だね。はっ、この敵に攻められている最中みたいだよ。なんだかロマン感じちゃうな。
は問題ない？かわしてみろ、かわしてみろ、盛り上がってきた、かわしてみろ、私に任せろ、我に力を。できたから次かな。小林さん、ちゃんと私の活躍を見ててくれましたか？うん、3人とも上手だったね。安心して戦っているのを見ていられたよ。どうだろう、小林もゲームする？私は人間だから空飛んだりはできないよ。待てよ、もしかしてゲームの世界だから私も強くなったりしているとか？残念だけど、みんな普段と変わっていないみたいだから、小林さんの運動不足もそのままだと思うよ。やっぱりそうか。戦うのは私に任せてください。次もバーッと蹴散らしてきますから。どこから進めるか悩みどころだね。シュガーアスレチックじゃないですか。以前カンナと遊んだことありますよ。甘々でポップなゲームだな。タキヤ君とファフニール君が可愛い系のゲームをしているのはちょっと意外だね。知っているゲームならクリアも簡単そうだな。クリアできたのか？低俗な人間が作ったゲームは私には合いませんね。私には小林さんにご奉仕するという大切な役目もありますから。つまりクリアできなかったってことかな。ドール様下手、私の勝ち。あれくらいで勝ったと思わないでください。今ここでリベンジします。はいはい、落ち着いて。でもトールが遊んだことあるなら今回は楽勝かな。このゲームも頼むね。任せてください。小林さん、何しているんですか二人とも。早く行きますよ。長老軍、私に任せろ。シュガーアスレチックってゲーム、ルコアさんも知ってますよ。これは子供たちの大人気だよ。これは可愛いんだよね。ここは可愛い感じの場所だね。見つけたみたいだね。
スライムだね。こっちの世界ではあれが普通なのかな。あれがスライムなんですか。トールの世界には本物がいたの。いましたけど、もっとネチャネチャしていて、寝ているといつの間にか登ってきて体がベタついたり、踏んで足滑らせたりして、とにかくうざかったですね。さあさあ、おしゃべりはそのくらいにして、頑張って倒してきておくれよ。ああ、ねえ、あまり無理しなくて大丈夫だよ。みんな安心して待ってて。シュガーアスレチックの秘宝だね。戻るね。
どうか。新しく解放された絵があるみたいだよ。進めるか悩みどころだね。なかなか変わった雰囲気だな。ゴシックナイトメアってゲームみたいだね。恐怖と悪夢があなたを待ち受けるって書いてあるね。血みどろの冒険。人間は変わっていますね。骨やただの布を怖がったりする理由がわからないですよ。まあそう言われるとそうなんだけど、得体の知れないものは怖く感じたりするからね。それならなんでホラーというものを作るのだ。怖いならない方がいいだろう。怖いのは嫌だけど怖がりたいのかな。説明が難しいな。大丈夫です。要は全部ぶっ飛ばせばいいってことですね。小林さんには怖い思いなんて絶対にさせませんから、安心して待っていてください。見ててください。ゴシックナイトメアね。私は知らないけど、ルカさんは知ってます。これはどこで。って目も光っててかっこいいな。小林さん、私の方が大きいしかっこいいですよ。ちょっと張り合わなくていいって。あのサイズだと体力もありそうだし、倒すのは結構苦労しそうだね。
我々にとってはあの程度大したことはないな。さっさと倒してしまおう。おー、頼もしいね。私がやるからエルマは下がっててください。足を引っ張られても面倒ですし。トールこそ私の邪魔をされても困るからな。後ろで待っていろ。いいえ、ここは私が。いやいや、私が。トール様、エルマ様、また張り合ってる。無駄。みんな頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。待ってください、小林さん。止めておいたわ。